ジャコブバート・ド・ラファイユは、オランダの美術史研究者であり、フィンセント・ファン・ゴッフホの最初の全作品カタログを編纂したことで知られる。ド・ラファイユは、ユトレヒト大学で法律を学び、1913年博士号を取得した。しかし、法律家としての道は選ばず、現代美術や民族学に興味を持ち、新聞や雑誌で執筆を行った。フィクションも手がけている。 1917年に美術館員ハーマン F.E. ビサーの書いた論文ファンゴッホに関する文学についてを読んだことが契機となりゴッホのカタログ編纂を思い立った。1928年4巻からなるフィンセント・ファンゴッホ作品集を出版した。しかしその後まもなく作品集に収められた作品の一部に偽作の疑いが投げかけられた。その結果 ドラファイユは、ベルリンのオットバッカー・ガローに由来する作品について、偽作であると判断を訂正せざるを得なくなり、ホイを出版した。オットバッカー・ガローは1927年に33点から、ナルゴっほ点を開いたが、その後、オットの弟レオンハルト・バッカーによる偽作である、ことが判明し、画材の科学的分析によっても、ゴっほ作でないことが確定した。1939年、 ドラファイユは完全な改訂版を出版し、チャールズ・テロスが序文にゴッホの電気を付した。その後もさらなる改訂のための作業を続けており、1959年に死去した時には未出版の趣向が残されていた。1962年にエイブラハム・ハマッカーを委員長として著名な美術師やらからなる編纂委員会が結成され、改訂作業を続行した。 1970年、注釈付きのフィンセント・ファン・オフホ作品集、ユサイト・ソビオーが刊行された。さらに、1992年にも、再改定版、フィンセント・ファン・オフホ完全絵画作品集、カタログ・レゾネが刊行された。ド・ラファイユのカタログは、全作品に F 番号を付している。ヤンフルスケルのものとともに、 ごホ研究の基礎として用いられている。ド・ラファイユのカタログは、その網羅性の高さと、すべての作品の来歴、展示情報を収めているとの特徴を持っている。ありがとうございます。